貧困対策、世代格差、高齢者に3万円給付で3600億円を計上する中、厚労省が子どもの貧困対策で33億円を予算計上する。経済的に苦しい家庭の子どもたちが教育の機会を奪われないよう、厚生労働省は4月から支援策を強化する。高校進学後も支援員が面談して中退を防止したり、家庭を訪問して学習支援や生活相談に当たったりする。自治体の取り組みへの補助金を加算し手厚くする。子どもの貧困率が過去最悪の 16.3%、 約6人に1人に達する中、親の経済状況が将来を左右する貧困の連鎖を断ち切る狙い。2016年度予算案に33億円を盛り込んだ。15年度補正予算では、所得が低い世帯に進学費用を無利子で貸し付ける生活福祉資金の限度額を15倍に増やすなど、経済的支援も拡充しており、利用を促す。民の声に続く。